神社が向こうなんですけど、大神社の近くにある観音堂だと思います。観音堂ですね。はい、なんか行事があるみたいですね。お台菩提という行事があるみたいです。ちょっと中は見れないので、あそこのパネルを見るしかないんですけど、先ほどのなんかちょっと穴でも開いてればねいいんですけどね、頑丈にしまっておりますね。日があるんだな、この人さんは。もう一つ、向こう側にね、境内が今飛車があるので、今飛車っつっても結構な大きさなんですけど、行ってみたいと思います。